氷川きよし、美しすぎる金煙に驚き先日は、スタイル抜群な全身ショットを披露し話題に。歌手の氷川きよしが4日までにインスタグラムを更新。ホテルニューオータニでの金煙を披露した。写真、氷川きよし、スタイル抜群な全身ショット弾ける笑顔も4枚。先日、プライベートで大阪に来たで。 やっぱり何回来ても大阪はええなぁ。大阪、めっちゃ好きやねんと綴り、ディスタイル際立つ全身ショットを披露した氷川昨日はラスベガスでの姿も投稿。そして今回は、ホテルニューオータニ東京でのディナーショーが近づいてきました、と、自身の顔をアップで映したソロショットを公開した。さらにコメントでは、 ディナーショーですから皆様に最高に美味しいお食事を召し上がっていただき、ご満足いただいて歌のショーに誘う25年間ディナーショーはまず料理がメインよ。といつも私はそう思ってきました。一昨年、念願のニューオータに福岡のディナーショーで大変お世話になり、私が大ファンのシェフ西洋、料理料理長の湯浅哲也さんが手掛ける料理は最高です。お食事の素晴らしさ、 人柄の良さはつながってるんだなと、感動します、と思いを明かしている。氷川清氷川清ヒカ1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。同年、NHK 紅白歌合戦に初出場。 2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70カ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に、清のずんどこぶしで第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボールけ×氷川ワキ氏企画としてシングル、限界突破×サバイバーをリリースし、新境地を開拓。 2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。